それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回まででその多項式 の、まあ、加減乗除などに関する基本的な演算が一通り終わりました。で、前回は一変数多項式の乗算、それから多倍調整数と単整度数の乗算といったようなことをやりまして、で最後はその整数の乗与付き乗算と、それから多項式の乗与付き乗算について扱いました。で、今日からそのテキストの第4章のユークリッドのご助法に入ります。で、今日は、ユークリッドのご助法は多分知っている人が多いと思うので、復習が中心になると思いますけれども、拡張ユークリッドご助法という多分多くの人にとっては新しい話ではない、あるかと思いますが、その話をしたいと思います。で、テキストの方は今回新しく配った冊子の方ですけれども、41ページから49ページですね、失礼しました、49ページから始めますので、持っている人は合わせて参照してください。で、まず最初のセクション 4.1 では、イデアルですとか常用感ですとか、あと最大公約値、最小公倍値といった言葉の復習に当てられておりますが、一応この授業は、2年次の代数入門を履修するということを前提に授業しておりますので、この辺の話は多分昨年のですね、代数の授業で触れられていると思いますので、確認ぐらいで進めたいと思います。で、一応記号の使い方も確認しておきます。と、 R をこれ以降ではその R を可換換としまして、で、そこで R のイデアルというのを考えます。で、イデアルには生成原因というのがありました。で、それから有限生成という概念もありまして、それから単項イデアルという概念もあります。それからと、常用類とかですね、それから常用感といったような、道具もこれから使っていきます。あと、定義 4.3 では、これからこの授業で使うですね、言葉の定義をしておりますので、いくつか確認しておきます。例えば、約減ですとか倍減、それから最小公倍子、最大公約子、それから単減、逆減、あと規約という言葉と概念が定義されておりますので、各自確認しておいてください。で、この GC と LCM はそれぞれ最大公約子と最小公倍子なんですけれども、一つの注意として、その、GC と LCM というのは、一般に1位ではありませんが、整数感 Z においては正の数にするというふうに定義すれば1位に定まることに注意しておきます。ここまでいいでしょうか。で、今日はサクサク最初の方は進みまして、今度はセクション 4.2 のユークリッド正規とご助法に進みたいと思います。で、まず定義 4.11 にありますように、このユークリッド正規という定義がありますけれども、これも多分多くの人が以前の授業で触れたと思いますので、確認程度にしておきます。R を正規としまして、それから D を R からその自然数とマイナス無限大を含む集合の写像にします。で、この時 R がユークリッド正規であるとは次の性質を満たすことを言います。と、任意のR の元 A と B に対して、B が0でなければ、ある R の元 Q と R というのが存在しまして、で、A イコール BQ プラス R と、それから、この D という関数に対して、その R の D による値が、B の D による値よりも小さくなるような、こういう性質を満たす、Q と R が存在するというのが、この R がユークリッド正規であることの定義です。で、ここではその D という関数のですね、ユークリッド関数と呼ばれるもので、あと Q は小、それから R は常用と呼ばれるものです。で、 Q と R それぞれのその文字はですね、小の方はクオシエントの Q、 それから
R の乗用の方はリマインダーの R、 頭文字をそれぞれ取って言います。で、あと、一つ注意としましては、その一般の、そのユークリッド正規では、その与えられたその A と B に対して、その小 Q と乗与 R は、まあ、1に定まるとは限らないということに注意しておきます。で、次にその定義 4.14 の、まあ、互いに相という概念の、復習ですけれども、この、まあ、A1 から AN を、まあ、R、まあ、以下ではそのユークリッド正規のしますが、この R の元としたときに、この A1 から AN が互いに相であるとは、まあ、A1 から AN の最大公約子が、まあ、単元であることを言います。で、特にその R の2個の元 A と B が互いに相のときは、このテキストでは、この直角のような記号を使ってですね、その互いに相ということを表しますので注意してください。